と全部2以上であれば OK だから、はい、占いババア出てきてください。で、これで悟空の超元気玉と、で、ベジータのビッグバンアタックと、そう、剣攻撃。で、今度はこれのスーパーサイヤ人バージョンがありますと。どうせですからベジータでいきましょう。で、今度はなんで悟空がスーパーサイヤ人になってた。とりあえず蝶は発動に必要だから、これは使わずに、うん、で、あ、もうこれでできるわ。で、まずスーパーカメハメハで、で、ベジータのビッグバンアタックでトランクスの剣攻撃。ベジータを倒しました。で、続いてはベジータじゃなくってピッコロと若者のダブルマカコサポバイオ戦士でいいだろう。で、惑星を引き当てなければ話にならないんで、で、ピッコロの魔漢光殺法と若者の魔漢光殺法の3人、惑星がねえや。マカンコサポー。ちなみにこれダブルマカンコサポーのピッ
ポルと若者のパターンです。ダブルマカコサポ。他に打てるキャラがいるんですよね。そう。未来ご飯。うん、父で芭蕉1030の激烈講談80。挑戦激烈講談の使い方で全然なってねえやん。ああ、どうりで発動しねえはずだ。というのが単に頭にひびが入ったというべきか。余裕で使えると思ったら激烈講談の使用回数全然増やしてなかったい。幕包囲弾使えたのに激烈講談でした。
それでもまだと、31回。
然。もう神の石を使おうかな。とりあえずまあ解放、しばらくは解放 にやるしかないと思いますね。これは625万。C ランクが2枚あるんで、B ランク。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。まあ結局そんなにスパーキングコンボ発動できませんでしたね。では失礼します。